まだ開票の結果すべて出ていないですが、まあ、ラジオでもお話しされてましたが、まあ、今の状況どうご覧になっているか、その議席獲得の見込み手応え等について教えてください。ありがとうございます。さっぱり分かりません。はっきり言っちゃえば皆さんと一緒です。1議席も難しいと言われてたものが、1という予測になり、その1という予測が1から5になったりとかっていうところですね。まあ、ここには一定ちょっと保険をかけているという部分もあるかもしれません、各社の予測というところは。で、まあ、これが一体どれぐらい取れるのかということに関しては、全く分かりません、はっきり言っちゃえば。なので、このまま朝までみんなで一緒にいようぜっていうスタイルになると、もう、過労死しちゃいますからね、皆さん。なので、一旦切りたいというふうに思ってます。はい、なので、もう一回寝て、朝起きて確認しようということでいいと思います。はい、よろしいですか。もし関連ございましたら、はい。はい、すみません。まあ、まだ議席獲得かどうかっていうのはまだ分からないと思うんですけれども、まあ、今実際に令和に入れた票っていうのがどんどん開票されている状況ですね。この選挙戦戦って、まあ、その令和が訴えてきたことっていうのが有権者にどんなふうに伝わったと思いますか。結果も出てないのでなかなか難しいコメントだなとは思うんですけれども、まあ、できる限りのことはやったってことです。一切手抜きはしないというのが私たちのやり方で、で、この選挙期間のみならずそれ以外の期間に関しても全国の皆さんに訴えをさせていただいてます。皆さんの意見を聞いて、おそらく1回の街宣が3時間に及んで、でそれを聴衆から、街行く人たちから直接質問を受けて受け答えをするというようなスタイルを取っているのは私たちだけですね。なのでそれを考えるならば、なんだろうな、どういう伝わり方をしているか、なかなか難しい質問やな。というのはそれを私たちが評価する立場にないってことですね。まあ、その評価の一部がこの選挙ということで、ある意味の可視化がされるんでしょうけど、その結果が出ていないという状態ではなかなかわからないところだと思います。ただし、このある意味で希望というものが失われつつあるこの社会の中で、多くの方々の希望になりたい。私はこの国の希望って何かって言ったら、この国に生きる人々だと思ってるので、それと対極にあるのがやはりこの国にある人々の諦め。この諦めっていう空気が増えれば増えるほど国を立て直す、人々の生活を底上げする、一人一人に人間の尊厳が、なんだろうな、一人一人に人間の尊厳を持った暮らしを保障するような、お手伝いするような政治っていうのは不可能になっていくので、できる限り人々に対して方法はある、財源はある、やれるんだということを最大化していくのが私たちの役割だろうと。そこにはただの希望というものを語るだけではなくて、しっかりと裏付けのある私たちの政策、特に財政政策、それをセットにしていくっていうのが私たちの売りだと思ってるので、それがどこまで広がったかということをなかなか数値化することは難しい。でその結果はまだ出ていないという、ただそれだけのことだと思います。続けていきます。頭から3連続でいきますか。まあまあ、じゃあ続けていきますか。ごめんなさい、はい、もう聞きたいこといっぱいあるんですね。路上では全然聞かへんかったのにすいません。あと野党共闘についてお伺いしたいんですけれども、山本さんが譲られた選挙区でですね、吉田晴美さん東京8区当選されましたが、まあ、その野党共闘の成果というものについてどのように見てらっしゃいますか。ありがとうございます。ちょっと全体的な評価ということを行うのもまだ早いかなと思います。ただ今お話をいただいた東京8区に関しまして、選挙区で勝ち抜いたということは非常に素晴らしい、そう思います。吉田さんがこれまでやられてきた活動、東京8区において、しっかりと根を張って、そして人々の声を聞きつけてきたということが、花開いたんだろうというふうに思います。で、まあ一時は私も、そこから立つということもありましたけれども、結果私が引き、なんだろうな、野党統一候補となった、まあ、もちろん共産党の、候補者も一番根を長く張ってやられてた方ですけど、その方も降りて統一候補になり、そしてもう本当選挙区で勝つのはほぼ無理だろうと思われてたような地域を撃破していったということは非常に
意味のあることだ、非常に象徴的な選挙区になったということだと思います。はい、ありがとうございます。続きまして質問いかがでしょうか。よろしければ挙手をいただきまして質問いただきたいと思います。あ、ありがとうございます。なければ終わりますって言いそうになったのにどうぞどうぞ、あの前へ出てお願いいたします。マイク入ってない。ニューズウィーク日本版の澤田と申します。まあ、先ほど8区の話ありましたけども、山本さんが出るっていうことで立憲民主党との調整が進んでいたにもかかわらず、まあ、直前で、まあ、ある意味はしごを発しされたっていう形になったわけですけども、それでも今後立憲民主党との、連携っていうのは続けていく、これまでと変わらずに続けていくっていうおつもりでしょうか。何か形を変えるっていうお考えはありますでしょうか。まさかニューズウィークさん悪意のある記事書こうとしてませんよね冗談です。はい、ありがとうございます。ですね、私たちの目的は何かって言ったら、まあ、混乱、一時期混乱を生み出したことは確かです。でそれが、まあ、私の側にもで先方にも何かしらの原因があったんだろうと考えます。でもその混乱は私が、選挙区から引くことによって、収束したと思います。で獲得目標は何ですかってことだと思います。そういった目の前のいざこざというものは あったことは確かでしょう。でも獲得したいことは何なんですかってことを常に目標に置いておくべきだろうと思います。まずは、野党が塊になって消費税を 5% に落としていくということが私たちの中では最も獲得したいところであるならば、それが実現するならば力を合わせられるところを合わす。それに対して何かしら、違う、状況になるならば、その時には力は合わせられないかもしれない。それだけのことです。獲得目標が何なのか、それだけ。ありがとうございます。まあ、関連してなんですけども、まあ、8区で の, まあ、混乱にちょっと象徴されているところもあると思うんですけど、選挙のたびにいろいろ考えてあちこち動くということではなく、もう少し全国的な組織作りからやって、普通の政党のように地場組織の力を借りてというか、まあ、ちょっと前に大企業や宗教の組織票 の支援がないということもおっしゃっていたので、まあ、そういう地場組織を作って、他の政党のような形、普通の政党のように、なるというお考えはありますでしょうか。ありがとうございます。おそらくそういうことをやっていく上で必要なことは、自治体議員を増やしていくというようなことも考えられると思います。ただし自治体議員の選挙っていうのは、一番大きなもので考えると参議院選の1年後なんですよね。で、私たちがこの間自治体議員というところに、リーチ してこなかったという理由は2つあります。1つはいつ衆議院選挙があるかわからないってこと。やっぱりそこに向けての私たち全体の準備であったりとか、アピールというものが必要になってくること。でもう一つは、国政政党の看板を背負うことによって、おそらく国政での力関係であったりとか縄張り意識みたいなものが地方に持ち込まれるということに対して、一定私たちの中で考え方として違うかなという部分があったってこと。だからこれは今までの政党とはちょっと考え方が違いますよね。でも私自身が東京都知事選挙という部分に出馬をしたこと、その後にも議席は獲得になりませんでしたけれども、都議選挙という部分に、都議選という部分に挑戦をしたこと、こういう流れから考えていくならば、当然参議院選挙、その後の自治体議員選挙、統一地方選のことですね。そういう統一地方選ですね。まあ、参議院選も、参議院選も含めて。いや、そうじゃないです。お話何でした？組織作っていかないんですかって話ですよね。そうです。はい、組織作りに一番必要なことは何かって言ったら、おそらく、そういった自治体議員多く輩出していくってことが一番、これはその地方地方に対して、その地域地域に対して私たちの、その根を張る人たちを作っていくっていう基礎的な部分だと思われるので、だからそう考えると、当然そういうような再来年に行われる自治体議員選挙、統一地方選というところに対してはアプローチしていくんだろうと。まあ、もちろん今回の結果と来年の、参議院の結果というものは非常に重要になってくるんですけれども、合間にやってこなかった理由は何かといったら、さっき言った通りです。大丈夫ですか？あ、
つまりこれまでの考えとは少し違ってきているということですかね。これまで私たちが、開いている記者会見にご参加なさってたりとか、私たちが発信していることに対してチェックしていただいていれば、今言ったことは多分ご存知だと思うんですけど、おそらく随分間が空いてから来られてっていう状態なので、一から説明しなきゃならないっていう状態だと思うので、今ちょっとダイジェストで お伝えをしたんですけれども、私たちの中にも当然、考え方っていうものを柔軟にしていった部分はありますよってことをお伝えしました。わかりました。大丈夫ですか、はい、記事になります。はい、大丈夫です。取れ高ありました。ありがとうございます。続きまして、はい、では前の方でお願いいたします。共同通信の清水です。私から2問お伺いします。代表は街頭で既に政権交代の必要性を訴えていらっしゃいました。結果まだ出ていないんですが、各社の情勢では自公が過半数を取ると政権交代できなかったと、こういう結果になりそうです。この結果に対する評価をお伺いできますか。ある意味でその政権交代を、今回、実際に、ね、実現するんだということをやはり目標としてあったと思うんですよ、野党共闘という部分は。なのでそれが実際に野党共闘によって政権交代というものが今回起こらなかったということに関して、何が足りなかったかという部分ですね、ここに対しての点検は必要だろうなと思います。すみません、関連で何が足りなかったかというのは今考えられること何かありますかね。そうですね、全ての、なんだろうな、開票が終わったわけではないので、あくまでもその、各社の推測といいますか、そういったものをもとに、もしこれがもう間違いなく、まあ、数見たらあれやもんな6、そうかそうか、まあまあ、全てが本当は出揃ったところでの評価というものになっていかなければちょっとフェアではないかなと思います。正確性を欠くとは思うんですけれども、やはり政権交代が起これば何が始まるのか、何が変わるのかというところに対してのアプローチというのはもっと濃くていいかな、自分自身そう思います。それは自分自身が今一つ、まあ、小さな政党の代表を務めているという立場から見るのではなく、有権者側として情報を受け取る、そういった目線での話です。今話しているのは要はその野党が塊になって政権交代していくんだよというものに対して、あんまりこうそこまで情報が濃密じゃなかったかなって私は思います。まあ、それはメディアの伝え方っていうのもあるでしょう。例えばですけど、自民党の総裁選に対してはあそこまで熱く、報道が連日繰り広げられたが、一方ではその、それ以外の政治勢力に対しての、露出というものに関してはかなりこれは公平性という部分を考えても偏りがあった。そう考えるとやはりより強烈な打ち出しというものを、野党側は考えていかなきゃならない。そう考えるならば、私はやはり一番必要なもの、そう考えると経済政策なんだろうな、そう思います。なので、まあ、消費税 5% というところも非常に重要なところなんですけれども、おそらくこの先にも第6波がやってくるということは、この冬の間にやってくるということは間違いがないとされている中で、その手前でももちろん私たちはまた25年の不況の最中にいるわけですから、もっと大胆な経済政策あっていいんじゃないかな、消費税ゼロっていうところまで踏み込んでもいいんじゃないかなとは私自身は思いますけど、まあ、もちろんそれは私たちのような小さな存在であるから自由に発言ができるわけで、大きな所帯を持つ人たちからするならばそこの調整が難しいっていうのは分かります。ただ何度もチャンスはない、そう思って挑む戦いだろうっていうふうに思います。なので今回はこの野党共闘ということによって、以前の議会の中のバランスとは少し変わったと思います。野党側の議席が増えるんだろうということだと思います。それはそれで良かったと思うんですけれども、この一発で決められなかったということに対してのやはり反省、そこに対して足らなかったもの、実際にそれを次の参議院選挙までにリカバーできるような状態でなければならないだろうなと思います。それによっては私たちももう一度みんなとやるのか、独自に戦うのかということを考えていかなければならないことになるだろうと、そう思います。
ません、もう一問聞きたかったことと今のお答えを絡めてですね、現状でですね、日本維新の会が勢力を伸ばすという情勢になっております。野党共闘で戦っていた一方で、その受け皿として、野党共闘の側ではなくて維新がもしかしたらその受け皿になったかもしれない、その要因というのはやはりその訴えが足りなかったとか、そういったことでよろしいんですかね。どうなんですかね。これまでテレビ新聞が垂れ流してきた話が一番マッチするってことですね。財務省的な考え、これ以上、徹底的に無駄を削っていくということを中心に話していくわけですね。だから緊縮財政の話ですよ、それって。だから身を切る改革っていうのは、これは人々の身を切るってことですから、結果病院を減らしたりとか保健所を減らしたりとかっていうようなことをしていきながら、このコロナ禍において一番住民の命を奪ったのは大阪ですから、逆に言えばその緊縮によって人々の命が危機に陥るってことは、これはもう知られたことなんですよ、一般的には、世界的には。だから緊縮がまずいということになり、多くの国々で積極的な財政ってものが取られているってことを考えるならば、でも一方でそういった状況っていうのは多くの方々なかなか知り得ないっていう部分あると思います。これまでテレビ新聞で言われているような馴染みのある話、これ以上借金増やしたらまずいよね、あなたのお家だったらどうですかというような話の延長線上ですね。で、何よりもこの財政っていう部分に関しては、国債発行というところに対して多くの人々に対し、多くの人々の中で抵抗感というものがあると思うんですよ。それを考えると、これまで、この国の中で、ずっと言われていたような、ある意味での神話ですね、それが一番これまで、この国で語り継がれてきた神話と一番融和するのが維新の訴えというところになってくるんだろうなというふうに思います。改革が足らないとかですね、なんか非常に前向きに聞こえるんですけど、その改革やっちゃったら人死ぬよってことですね。事業者倒れるよ、失業者増えるよ。失業者増えたとしても、これは労働市場によりやすい労働力を供給するだけの話なので、逆に言えばそのブレーンである竹中平蔵さんとかにとっては、これはもう飯馬の話でしかないわけですよね。だからその本質という部分をより多くの方々が知っていただけるような展開っていうものも非常に重要になってくるだろうと。自民が嫌だ、だから別の受け皿、維新がいいというような流れになっていくと、より自民よりも首が締まるような現実が目の前にやってくるということを、どれだけ私たちが、具体的に分かりやすく話していけるのかというのが今後の戦いになっていくだろう、戦いの一つになっていくだろうとは思います。マイクもうちょっと上がらないですか、これ返しが弱いな、ちょっと声、喉がしんどい。あ、OK、 ありがとうございます。でしょうか、よろしければ、挙手いただければと思います。いかがでしょうか。はい、じゃあよろしくお願いいたします。組チャンネルの小山と申します。よろしくお願いいたします。結果がまだなので、ちょっと別の側面についてお伺いしたいと思います。壁側音でどうぞ。はい、すいません、ちょっと羽織りました、ちょっと羽織りましたね。関係ない、はい、関係ない、そっちはどうぞ。はい、ですね、全国2019年から回ってこられまして、特に市民の方の反応が顕著で、こう印象に残っていらっしゃる街宣の場所、どんな時だったかというのをお話しいただきたいのが一つです。それから政策についてなんですが、非常に短い選挙戦の期間で、なかなか初めてお会いする方へのお伝えというのを苦労されたかと思うんですけれども、まあ、マニフェストの中で今になってちょっと新鮮に響いてくるものが、やはり原発廃炉とインクルードされた環境政策だと思うんですね。で、特に若い世代の方、大学でそういった専攻専門分野がですね、どんどんできているという中でですね、若い方へこの部分ってもうちょっとプッシュしてもよかったんじゃないかというふうに私は感じておったんですけれども、その辺の何て言うんでしょうか、こうあまり出せなかったとか、出したんだけどこういう反応があったとかですね、ちょっとその政策の界隈のことを何かエピソードいただければと思います。ありがとうございます。
外選やるときですね、まあ、あの選挙中にいろんなところで外選をやりますよというときに、まあ、お客様を選べないという部分がありますから、若い人向きに話すって言ったとしてもそれ以外の世代もいる、そういう中で、ピンポイントでいろんなことを考えていくってなかなか難しいと思うんですよ。大学に呼ばれてその、大学で呼ばれてその若い人たちに向けて話をするというのとは種類が違いますから、そう考えるならば、全員に関連する話というところが中心になっていくんだろうと。そうなるとやはりお金の問題ということになっていく。おっしゃる通り私たち、その、環境政策であったりですね、まあ、あの脱原発グリーンニューディールという政策を、掲げてますので、その内容というものにはもちろん自信も持っているところなんですけれども、まあ、その脱原発グリーンニューディールっていう部分を介して何かしらこう皆さんに訴えをしていくというような、ことよりもより分かりやすいところってなってくると、やはり消費税であったりとか、これまで25年それ以上の間皆さん食われ続けてますよっていうような話をお伝えする方が優先度が高かったっていう部分だと思います。で、一箇所における演説の時間という部分を考えると、やはりそれだけでいっぱいになってしまう。まあ、ダイジェストっていう形で語ることは可能なんですけれども、それよりもよりその中身というものを深めて聞いていただきたいという部分を優先したということだと思います。まあ、原発はこれ以上はっきり言えばもう続けられないっていう当然のことだと思います。40年寿命を60年にするっていうのは、やはりこの原発にまつわる既得権益、こういうものに対して、もうこっからさらに設けられるようになるわけだから、今やめろなんて言うなっていうところのリクエストに応えるものですから、逆にこのいつ地震が来るかわからないということを考えるならば、これは非常にリスキーですね。一部の方々のためにも、利益を差し上げるためにこの原子力というものを維持するだけの余裕はもうない。いつ来るかわからない大地震というものに備えて即刻これをやめなければならない。一刻も早く燃料を抜き出さなきゃならない。安全な場所で冷やすしかない。これをした上で当然その次のビジネスチャンスという意味でも CO2 の排出という意味でもこれは、エネルギーの転換ということも、同時にやっていく。もちろん主力は、天然ガスってものを使いながら両輪でこの自然エネルギーの、インフラを拡充していくということに、徹底的にお金出していきますと。これは国が5兆で民間から15兆っていうような融資を含めながら年間20兆円を10年やりますっていうような、そこから雇用っていうのも年間250万人ぐらい作っていきます。まあ、ある意味ですごく非常に環境問題であったりとか、関心がある方に対して原発環境っていう部分であったりとか、もちろんその250万人生まれると言われるようなその雇用に対して今コロナ失業をされている方々、それ以外にも、この25年の、不景気の中で失業された方だったりとかっていうのをどんどん吸収していくっていうようなこともできますよねっていうような話ももちろんありなんですけれども、でも、私の演説自体を1回しか聞かないという方々に対して、やはりまず優先的に何を伝えていくかって考えたときに、しかも聞いてらっしゃる方々が不特定多数である、そこに世代っていう部分に何かしらの縛りがないってことを考えたときに、やはりこれは一番身近なお金という問題から入っていくというところを優先させたというのが今回だったと思います。で、印象に残る外旋ですか。なかなかちょっと難しいですね。外旋現場で印象に残るというのはたくさんあるわけですけれども、やはり本当にセンシティブな話っていうのはその外旋の現場というよりかは別の場面で聞かれることの方が多いですから、当然ですね、人前でマイク握ってという言える状況にない方々ですね、そういう方々のお話っていうのはマイクを通してというよりかは凱旋が終わってからとか、他に、箱でやった時、要はどっかの部屋でやった時、部屋で集まりをやった時とか、そういう時に聞かれるものが結構多いので、なかなかこの凱旋現場において印象的なものが多すぎるのはもちろんのことで、その中で一つって言われるとなかなか難しいです。特にこのもう脳が疲れ切った状態の中でそれを一つ挙げるのは難しい状態であることですね。すいません。もしよろしければですね、すいません、消費税ということで関連なんですけど、新党大和小林幸喜さんの、政党の方もですね、なんか消費税
を下げたいという思いをずっと持っていらっしゃる方の、メッセージがですね、選挙公報に書かれていまして、また、ですね、給付金も30万とか書いてありましてですね、これちょっと山本さんご覧になって、何か思われたんじゃないかと思ったんですけれども、コメントお願いします。あ、すいません、政治団体の方ですよね。新党大和小林幸喜さんは、ですね、小林幸喜さんは分かりますけど、はいはい、政治団体の政党ではないですよね。あ、政治団体の方ですよね。はい、すいません、すいません、ごめんなさい、小林幸喜さんへのコメントでも結構です。特に小林幸喜さんに直接コメントすることはないんですけれども、ごめんなさいね、ちゃんと隅々まで各党の政策ってものを、各党もしくは政治団体の政策ってものを掘り下げられていないので、で今日投票行った時にこれもらってきたんですけど、そこのトップに今おっしゃった新党大和と言われるところの MMD で豊かな日本をって書かれてますね。で私は MMT っていうところとは、私たちの、元々の、政策っていうものは MMT っていうものに依拠していないっていうことですから、そことはちょっとあまり同一ではないってことです。ただ消費税をゼロにした方がいいよって考える方々っていうのは当然いるだろうと思います。だってした方がいいんだもん、で給付金出した方がいいでしょって、当然出した方がいいよって。だからいろんな形でいろんな方々がそういうような訴えをしながら、多くの方々に訴えるというのは非常に重要なことだろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。時間も遅くなっておりますので、ご質問もしございましたら早めに挙手いただければと思います。はい、ではどうぞ。 NHK 米津です。先ほど共同通信さんの質問にちょっと関係するところなんですけれども、代表今後についてですね、より野党として強烈な打ち出しをしていかなければならないというふうにもおっしゃっていました。で先ほどちょっとどちらかの番組の中で、その令和 の、その特色というか、その強烈な部分というものを打ち出していく、丸くはしていかないということもおっしゃっていたと思うんですが、一方でその野党共闘というものも重視されているのかなと思いまして、このあたりちょっと考え方を改めて伺いたいんですが、つまりですね、質問は今後、この衆議院選挙の結果を受けて野党共闘というのを重視していかれるのか、で令和として消費税廃止を柱に戦っていくために、何かそのなかなかこれでは一緒になれないということになっていくのか、この点お考えをお願いします。ごめんなさい、今回の野党共闘において政権交代ができなかったというのは非常に痛いと思います。政権交代、野党の塊によって、多数派、衆議院で多数派を、取れたとするならば、社会は大きく動いていっただろう、政治は大きく動いていっただろうとは思います。でもそうはならないということならば、当然その中でも何かしらの調整、そのままでいいわけじゃないってことです。はい。で、多少議席を政権与党から削り、そして、議席を増やした野党側ということだけでは、私はちょっと当然納得いかないですよ。だって人々の苦しみは変わらないから、やはりそこはしっかりと政権交代していくということが必要で、で次の戦いに向けて、納得がいくというような内容であるならば乗るし、そうでないならば乗らない、それだけのことです。わかりました。で、すみません、関連でその政策として、引き続き重視されていくのはやっぱりその消費税廃止っていうところと、あと先ほどコロナの第6波の懸念もおっしゃっていましたが、主にこういった点になるんでしょうか。ありがとうございます。消費税というのは一番印象的な政策ですね、私の中でも、自分の中でも。でこの国の、25年の不況を作り出した私は先般の、大きな一人だと思ってます。一人というか一つの、政策だと思ってます。当然その消費税 5% ということであったりとか、それ以上の減税大歓迎です。ただそれが調整がつくのかという部分もあるでしょうし、で、このコロナの対策ってことをお考えならば、自民党よりも全然いいですよ、その野党各党が掲げている
自分どころの会社、自分どころの政党のみならず、自分どころの、グループのみならず、他のグループの政策も、申し訳ないけれども、その自公が掲げているような政策よりもやはりそれを実行するべきだという内容になっていると思います。なのでそこに対しては私たちは、あの、なんだろうな、あの、それは違うだろうって気持ちにならない。もちろんその消費税という部分も重要だけれども、やっぱりこの25年の不景気の中でコロナがやってきた、それによって傷んだ社会というものを立て直すためには積極財政必要なんですよ。それをしっかりと、どれぐらいの幅でやっていくのか、どれぐらい大胆にそれを踏み込めるのかというところが、私たちとしては次の、共闘の、なんだろうな、自分たちの判断する部分になっていくだろうなと思います。つまりは消費税 5% 今の条件のままで野党共闘をそのまま前進できるかといったら、やはり私はそのままでは無理だろうと思っています。さらに意欲的に、さらに野心的に、野心的っていうのはこの国の人々を、あの、困ってる人全員救いますよ、それが政治でしょっていうぐらいの、やはり、あの、気持ちと政策というものが打ち出されなければならない。そういうものが、一致するならば私は、一緒にやっていってもいい、そう思います。そうでない場合には自分たちでやる、そういうことだと思います。あ、いいですか、私から質問、はい、どうして NHK の、あの、中継局入ってないんですか、私たちに。ちょっとすみません、あの、存じ上げておりません。ありがとうございます。寂しかったよって伝えておいてください。ありがとうございます。ありがとうございます、いかがでしょうか。ご質問ございましたら挙手いただければと思います。よろしいでしょうか。では、あの、最後、代表からまとめのお言葉をいただきます。よろしくお願いいたします。令和新選組代表山本太郎です。令和新選組にとっての初めての衆議院選挙、本当にあっという間でした。で、この期間中本当にたくさんの方々のお力をお借りしました。100% 市民政党、大企業や宗教団体やそういった者たちに助けられるのではなく、一人一人の市民が主体的に動いていくということで、私たちは2019年に国政政党になりました。皆さんのお力、一人一人の力で国政政党になり、そして木村船子両議員、県政史上初のお二人を国会に送り込むことに成功した。で、そこから、2年間コロナもあり非常に苦しい、時を過ごしたと思います。で、今回この衆議院選挙、初めての衆議院選挙というところに対しましても、変わらずにこの2年間、支えてくださった皆さんがお力を貸してくれた。で、そこに対しても、これまでの2年間その前は知らないけれども、この選挙を通して私たちを知ってくれたという方々も、さらに、仲間に加わってくれました。で、この選挙において私たちがどれぐらいの議席を獲得できているのかというのは、この今の12時25分の段階では全く分かりません。これを一緒にみんなで朝まで待とうということは、この場ではいたしません。すいません、もう持ちません。全体的に。なので一旦これは、開票が全て終わるということを、朝まで、待った上で、で、また、後日ですね、後日といいますか、まあ、また本日中にでも、時間が取れれば改めて記者の皆さんには何かしら質問していただいたり、私からコメントを伝えたりという場を設けたいと思っています。何よりですね、この数年の間ぶれずに私たちに期待をかけてくださって、そして支えてくださった皆さん、ありがとうございます。この選挙戦12日間の間に1万人を超える方々、これは日本国内のみならず海外含めてです、1万人以上の方々が私たちにお力を貸してくれました。海外においては直接投票ができない、そういう環境の方々もいたと聞いています。本当に申し訳ございません。あなたの投票する権利、というものをしっかりと担保できないままこの選挙が終わってしまったということを、私たちは引き続き国会の中でもしっかり、やってくださったと思います。何言ってね、ごめんなさいね。皆さんが今回海外から投票できなかったということに対して、これをしっかりと是正していくようなことをこれから先私たちはやっていきたいということをお約束してい、きたいと思います。それのみならず、やはり国内の中で、自分のできること、もちろんボランティアセンター、近くで凱旋やってるのにそれに出かけられないというよりも、出かけずにそのまま
事務所内でのボランティアセンター内での皆さんの、仕事を続けてくださったり、ボランティアセンターは遠くて行けないって方もですね、各地域それぞれの自分の、立場から、電話で自分の周りに、2枚目の投票紙や令和と広げてくださったり、とにかく今自分が何ができるだろうということを積み重ねてくださった結果がおそらく、明日の朝には出るだろうということでございます。でここで言いたいのはボランティアの皆さんに本当にありがとうございます。でそして、この選挙を支えるために、2億円もの寄付を、皆さんのそれぞれの中から、積み上げてくださったことで、この選挙を、皆さんからいただいた2億円と私たちからの、持ち出し、1億円、3億円、3億、数千万円、最終的にはそういう金額になると思います。そういう規模でやれて、まあ、おそらく赤として出るのは数千万円程度の赤が出る形で、この選挙を、終えられるという形になった、できたのも本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。で一番はやっぱりこの1年半の間に候補者の皆さんですね。今の段階では誰一人、議席は獲得できていない状況です。比例で議席を獲得できるかというところが今後、分かってくることとは思うんですけれども、ひとまず本当にこの1年半、地域に根を張って令和と言われるような、もうほとんど聞いたことがない、もしくは知ってる人の中でも偏見があったりとか、この令和という、名前をそれぞれの地域で根を張って一生懸命耕し続けてくれた候補者の皆さん、本当にお疲れ様でした。ご苦労様でした。選挙区で皆さんを勝たせられるほどのネームバリューがまだ令和この私たちのグループにはない中で、お一人お一人が毎日の中で重ねてくださった努力、本当に辛いこともいっぱいあったと思います。で私たちのような資金力が非常に乏しいという政党の中で本当に大変な中、他の政党よりかは本当にご苦労、たくさんのご苦労をかけながら皆さんには日々の政治活動をやっていただいたと思います。本当にご苦労様でした。議席獲得という部分に、届かなかった結果ですね、この比例というところが全て開票された上で、議席獲得という部分に届かなかった、そういう候補者も出てくると思いますけれども、今後もこの日本を変えていくという上であなたも、やはりそのプレイヤーとしてこの先も一緒にこの日本を変えていくための力を、尽くしていける、お一人としてぜひ力を貸していただきたい、そう思います。ここから先ですね、参議院選挙、その先には統一地方選と、さまざまな選挙が重なってくると思います。その中において、どういったステージで戦っていくのかという相談も、この先させていただきたいと、そう思ってます。すいません、もうまとまりがなくてというよりも、言いたいこといっぱいあるんですけれども、そうやな、まあもう何とも言いようないですよね、これね、いつまでも数字変わんないんだもん、ゼロのままですからね。まあ、ここではちょっと一旦こういう形で締めたいと思います。この選挙12日間支えてくださった、ボランティアの皆さんで候補者の皆さん、本当にお疲れ様でした。で私たちに託さって、託してくださった方々には投票のお礼ができないこと、本当に申し訳ない、そういうルールなんですね。私たちに 託してくださった方、今の時点で、議席どうなってるかということがわからないことに関して本当に申し訳ございません。朝の段階で、答え合わせができると思います。なので、しっかりと休まれた上で朝に情報を確認していただきたいと思います。この12日間の選挙、そして2019年の夏の選挙以降も私たちを支えてくださった皆さん、それぞれの立場で支えてくださった皆さんに心からお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。まずは一旦ここで切ってですね、この回を切って、でまた朝の情報を確認し、そしてその後会見などをまた改めて開かせていただきたいと、そのように思います。ありがとうございます。記者の皆さん、出口は後方になります。ありがとうございます。撤収作業に入ります。ありがとうございます。というわけでありがとうございます。ちょっと答えが出ないまま、すっきりしないまま解散になりますけれども、また時間を取ってってことで、あ、なんか、時間の目処感だけど
明日の朝出た時、朝とかやりませんよそんな。やんないやんない。午後ですよ。無理無理そんな。コメントだけ発表するとか。あ、コメントだけってことにしないと思います。その方がいいでしょ。どっちがいい？あ、すみません、マイクでよければぜひお願いします。いや、朝の時点でもう例えば、まあ、代表勝ったとか他に議席確保できた時点の代表のコメントみたいのが配信されるのかどうか、あの別に本人出てこなくてもいいんですけど、いつものリリース対応で。 ありがとうございます。逆に皆さん、あのなんか締めとかなんかあるんですか、時間的に何時までにとか。いや、もう今ネット社会ですから、リアル24時間いつでも。ネットの記事にしかなれへんってことか。悪態ついたりして。なるほど。あのどうなんですか、リアルにもうあの火曜日時点での話ではもう古くなっちゃってるってことですね。例えば明日の情報が出たとしてもそれ反映できるの火曜日でも、その火曜日の時点ではもう反映するにはちょっとニュースバリ落ちてしまってるってことですよね。そういうことじゃない、新聞とかは。一応、夕刊があるので、そうですか。時点で何かしら紙でもいいので、コメントを出していただけると、夕刊で反映できるので。ごめんなさい、その夕刊の締め、何時ですか？まあ、午前中。もうちょっと具体的に。出た段階です。出た段階とか、ちょっとそういうのやめてください。締め、何時ですか？11時前ぐらいまでにはいただける。11時前に欲しい。なるほど、ありがとうございます。具体的にじゃあ11時前。なるほど、分かりました。じゃあそういうことで、11時前にコメントを出されると、うん。ちなみにそれって、扱い的にはどんな感じになるんですか？いや、逆にほら長文で困るっても困るでしょ。どっちみち編集しなきゃいけないだったら、140文字以内だったらそうするし、ツイッターみたいな感じ。まああれですよね、皆さんとしても獲得議席によっては扱いが変わるってことでしょ。1と5では違うでしょ、おそらく。5だったらちょっと大きめ、そんなことないんですか。1でも5でも変わらないんだったらもうそれなりにします。1と5で変わりますか？変わらない、わかりました。じゃあそれなりに。すいませんね、あのちゃんと聞いといた方がいいでしょ多分。ありがとうございます。じゃあはい、で結果がどうあれ、明日、まあ、もう日付変わって今日ですけど午後に会見されると。どうなんだろう、でももうそこから以降だったら夕刊にも乗らないんですよね。次の火曜日に反映されるってことありますか？ある？議席の獲得数によりますか？いくつだったら乗る？ざっくりでいいです、ざっくりで。ここでもう世間話ですから、これ全然公式の話じゃないですから。これ どんな感じですかね。 3?国政復帰自体がニュースなので、長官にも欲しいし、長官にもできれば欲しい。ありがとうございます。すいませんね、あの知らない世界のことなので教えていただけると助かります。ありがとうございます、わかりました。じゃあ、あの夕刊用にコメントで、翌日用に、会見なのか囲みなのかというような形があった方が望ましいということですね。わかりました。じゃあそのような形でさせていただきます。ありがとうございます。でコメントは11時までにということですね。わかりました、ありがとうございます。ツーショット写真じゃないんですか？携帯出されて今、違う、すいません、もう回線の癖が抜けなくてすいませんね、もうそういうことじゃなかったんですね、すいません。いいですよ、いらっしゃらないですか、記者の方々には。ツーショット写真、罰ゲームみたいに山本と一緒に撮りたい方いらっしゃらない、わかりました。じゃあ閉めましょうかね。あれ大丈夫ですか、畠山さん遅れて今来たんでしょ。どこ行ってたんですか、ちょっともうマイク取って、ほらもう、令和が5議席取ったっていう話ですよ。嘘ですよ。あ、どうぞどうぞ、もしよかったら特になければいいですけど、あのもう終わったんですけど、今畠山さんの姿見たから。どこ行ってきたんですか今。あ、茨城です。どこ回ってきました。茨城あれ茨城、はい、どうなりました、福島1区、あ福島じゃない、ごめんなさい、茨城1区。あ、茨城1区は福島さんが勝ちました。勝った、よかったっていうことを言いに来たんじゃなくて。あ、違うんですか。今ごめんなさい、あのすいません、全く状況が分かってないんですけど。いいですよそれぐらいの方が。今は何をされてるところなんでしょうか。今もう終わったとこです。終わった。あ、もう、あ、全部決まったんですか。あのもう
あのゼロのままそのままいっちゃうなと思って、 だったらもう明日でいいかっていう話で、あ朝までこのままずっと行くと大変じゃないですか皆さんも。あじゃあこれを終わるっていうこと。そうですね、一旦終わりです。で明日、11時までにコメントを出して、はい、で11時までにコメントを出し、そして、翌日の長官用にあの囲み取材などを行うということになりました。はい、あの今回のお来るな、はい、あ いいですかどうぞ。はい、あの今回の選挙戦のごめんなさい全く空気は読めてないんですけど、うん、今回の選挙戦の、代表自身が、小選挙区で出なかったということについて、後悔などはありませんか。ないですね。ないです。あの、まあ、そういうことが、ねまあ、スムーズにいかなかったという部分に関してはあの残念な部分もあり反省もありというところはあります。ただし、それを引きずってるかというと全く引きずってない。あの そんなこと引きずって選挙なんてやれませんもんね。なので後悔があるか、選挙区から出なかったことに対する後悔ですか。まあないですね。というよりも結果が見えないから分かんないな。あのな東京1か東京2取れたのになとか分かんないですけどね。なんかもうちょっと比例票に影響あったかもしれないのなっていうことさえもこれ判断今の時点ではできないので。でもまああの結果として石原伸晃さんに打ち勝ったわけですから、これは非常に素晴らしいことだなというふうに思います。非常に象徴的な選挙区になったということを喜んでます。はい、あともう一つ追加でよろしいでしょうか。あの、まあ、山本さんは、総理大臣を目指すということでずっと、まあ、令和新選組立ち上げた時から、おっしゃってたと思うんですけれども、そうなると、小選挙区で、やはり勝ち上がって、行くということが、まあ、今までの常識だと、小選挙区で勝った人が総理大臣になるということが常識だったと思うんですけれども、今後小選挙区でお出になるおつもりっていうのはありますでしょうか。どうなんですかね。私たちにこれまでの常識が通用するかって話だと思いますよ。だって令和新選組自体がもう永田町の非常識でしょ。そう考えるとするならば、あの当然これまでのそういう慣習慣例みたいなもので衆議院っていうところからの総理大臣が選ばれてきたということはありますけれど、これが参議院から選ばれるということに対してこれは何かルール的に何かまずいことがあるのかないでしょ。ないですね。そうでしょ。だから、まあこれまで通りの永田町の中でいくとそうなるけれどもというところを覆していくのが私たちだろうなと思いますので、なのであのまあそうは言いながらもあの政治家としての選挙区を持つというのはこれは衆参両方とも当然あるとは思うので、先々私にもそういうあのなんだろうな選挙を決めていくということもあるかもしれませんね。まあ、そんなこと言ってられないかもしれませんよ。だって今回令和がゼロのままだったらこれ次の参議院も危ういですからね。自分の選挙区次どうするかとかっていう話にならないかもしれないですよ。なのでまあ分からないです。これはもう明日の朝、議席がどうなっているのかということを見ていきながら次どういう戦い方していくのか、その先はどうするのかということになっていくと思います。でどちらにしても今回もしも比例で議席を獲得できるということが、あったならば、衆議院というところを足場にしていきながら、どこを、自分の選挙区にしていくのかということにも、当然考えはなんだろうな進んでいかなきゃならないところだろうなというふうに思いますけれども。なるほど、分かりました。あの、まだいいですか。どうぞ。あ、いいんですよ皆さん席立たれて。あの いつもほらあの街頭宣伝にあの一番令和新選組を自分の足で勝手に探し出して現場に来てくださる方なんですね。すいません、はい、なのであのいつも外出終わった後に駅とかでねこうやって立ち話してる状態の今ことがマイクを通してやってるだけなので、皆さんあの退出されても大丈夫ですよ。あの気を使わないでください。どうぞ。あの、まあ、今回その、まあ、選挙区を、降りられた方もいらっしゃいますけれども、そのメンバーの方、それから、まあ、候補予定者として活動されていた方と その代表とそのメンバーの方とのコミュニケーション不足みたいなものが、あったとお考えか、それともコミュニケーションはちゃんと取れていたとお考えか、いかがでしょう。当然コミュニケーションはあの基本的には不足してるでしょうね。
密に、密に、なんだろうな、コミュニケーションを取り続けるってことは多分不可能だと思うんですよ。例えば私が普通に社長業だけやってるっていうような存在だったらまた別だと思うんですけれども、そうではなく自分自身でも動きながら全体的な底上げというか比例的な動きをしてるわけですよね、日常的に。そこに対してやはりこう一つ一つコンセス、なんだろうな、丁寧にやっていくということがなかなか難しい。もともとこの2議席しかない、私たちが、これぐらいの選挙をやる、しかもただ立ててるだけじゃなくて全力の選挙を全体的にやっていくっていうのはちょっと普通はないと思うんですよね。結構無茶してる方だと思うんです。その中においてそういうようなコミュニケーションが不足するということは当然あることだろうというふうに思います。ただその立候補される方々からしてみても当然私たちの規模感ということは分かった上で、立候補されてますから、立候補望まれてますから、そういった意味でなんだろうな、私たちが至らない部分をどうカバーしていくのかということをそれぞれの地域でやってきているこの1年半だったというふうに思ってます。あとはボランティアさんとか支援してくださる方を、今回の選挙戦を通じてまた新たに増えたかとは思うんですけれども、今後もそうした方々を広げていく自信というのはありますでしょうか。これを広げていかなければならないと思ってます。もちろんその地方議員という部分にリーチをしていきながら、これまでも、今回の選挙でもそうですけれども、ボランティアをやってくださってた方が、立候補してくださるということもありました。同じような感覚でボランティアから入っていきながら地方議員にこれから、目指していくって方もこれから出てくると思うんですね。で、まずは第一歩踏み出して、この例えば一緒に私たちと選挙をやることによって選挙って何なのかってことが見えてくる。これまでこの選挙のノウハウっていうのはおそらく労働組合であったりとか大きな企業だったり宗教団体の中に閉じ込められてますから、ほとんどの人たちは投票に行くけれども主体的に選挙を支えるってことはほぼしたことがない人たちが圧倒的なんですね。だとするならばこれ圧倒的不利ですよ。もう決まった商品しか買えない自動販売機になってますね、これ。そこに対してやっぱり市民のプラットフォームを作ってみんなでそのノウハウってものを共有していく。だから前回はチラシを配ってた人たちが今度はまた違うところ、次の選挙では違うことをやる、例えばですけれどもっと主体的に関わっていく、その中でも、いろんな仕事がある中でリーダー的な存在になっていくとか、例えばこれが令和新選組という存在ではなくなったとしてもですよ、自分が思う選挙っていうところに自分はこれができるってことで入っていけるわけだから、ある意味でのこの市民運動であったりとかこの草の根っていうところを、その先もその人自身が広げていったり人にそのノウハウを共有したりとかってことで広がっていくことだと思うので、非常に地道な取り組みだと思うんですね。だからやはり選挙のたびにこれまで前回踏み込んだことよりもさらに踏み込んでいただいて参加をしていただくということによってそのノウハウは共有されていくんだろうと。でこれをこの先も続けていくかということに関しては当然それをやっていかなきゃこの国変えられないと思ってるので、それは続けていきますってことですね。じゃあ地方選挙でもその令和新選組の、党で、応援する候補っていうのを作っていくっていうことでよろしいですか。これまだ全体的に決定できてないんですけど、これはもう私が東京都の、あれですね、私が、国政を目指してっていうところから入って、都知事選、そうですね、ごめんなさい、もうそのキーワード出てこないぐらい疲れてますよ、もう本当にどれぐらいボロボロか分かるでしょう、もうこれ都知事選に出たところからやっぱりちょっと変化が生まれてますね。で、そこからやはり都知事選に出たっていうことからはやはりこの都政っていう部分に対しても、しっかりと自分たちでアプローチしていかなきゃならないということで都議選にも挑戦したと。で都議選をやってみてやはりそこで自分たちの課題が見えたってことですね。完全にはっきりと可視化されたってことです。どちらかというと私たちはこれまでは比例的な戦いをずっとやってきたのが令和新選組、そこに対してやっぱり小選挙区的な戦いを小さな地域で落とし込んでいかなきゃならないっていうことはもうこれ確実に課題としてあります。なのでここから先はおそらくそういった方々を増やしていく、で
そういうことにおいて他のボランティアもそういった人たちを支えていきながら、さらにそれが共有されていく、そのノウハウですねっていうことをやっぱり最大化していくっていう必要があるんだろうなっていうふうに思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。いいですか、大丈夫ですか。いいんですか、ここで、はい、大丈夫ですか。皆さんここで時間潰してるわけじゃないですよね、次の予定のすいませんね、お茶も出さずにお構いもせずに申し訳ございません本当に。どうしたら急にひらめいたんですか。じゃあごめんなさい、マイク事務的な話なんですけど、さっきあの議席が1か3か5かとかおっしゃられてましたけど、割とあの0か1かが重要なので、あのもし、ま、議席獲得ならなかった場合でもコメントとかコミっていうのやっていただけるんでしょうか。考えておきます考えさせていただきます大丈夫ですか。追加でひらめいた方いらっしゃいません。ちょっとちゃんとした対応できないようなあの脳の疲れがもうちょっと見え隠れしてますけれども、大丈夫でしょうか、よろしいですか。というわけで皆さんも本当にご苦労様でした。早く家帰りたいのにね。どうですか、このまま一緒に朝まで待つっていう方が地獄でしょ。ここで一旦切ってもらった方が。延長戦行きたい、いかがでしょう。どうせ結果朝まで分かんないだろうなと思って、体力的に持たない、はい、あの スタッフ的にもおそらく私的にもそうだと思います。都知事っていう言葉出てこなかったんですよ今。すごいでしょ、ひどいんですよ本当に。もういつの疲れがてか、いつからの疲れか分からないぐらい蓄積してるんですね、もうおそらく数年にわたるものでしょうね。はい、ありがとうございます。というわけで皆様お疲れ様でした、ありがとうございました。はい。